ああ危なかった。正直実は爆発しないかもってワンチャンかけてた。それにしてもあの爆発から逃れることができるとは幸運でしたね。感謝しなくてはならないな。たらいに、さてこのたらいはここに置いておいてもあれだからゴミ捨て場に戻さねば。やめておきましょう。45メガトンの爆発を受けたたらいです。相当熱いと思いますよ。私昔ハンダコテ握ってやけどしたことがあるのだけれどこれとどっちの方が熱い？たらいの方が熱いです。45倍くらい。僕？さてと、彼の元に戻りましょうか。ネオシグマシステム。だったかな？懐かしいワードを使いおって。かつて、神様さんはアルパカでした。その通りなんだけど言葉にするとすごい。それと何か関連性があるのですか？ほう、あの動画はお前が制作したものなのか？おい何か感づいてるみたいだぞ。面倒ごとに巻き込まれそうであるな。この流れでやり過ごすのは難しいかと。よし。質問してるんだが、アルパカの動画はお前が作ったものなのか？アルパカでベルト巻き守ってた覚えなどない。何言ってんだ。ちょうどこんな動画だったぞ。本当に心当たりがないのか？心当たりはありません。嘘をつもりですか？そうか、心当たりがないのか。おった。なんて言うと思ったか？嘘をつきやがったなきさま。ありませんでした。まあ、よい。むしろお前という存在には感謝している。どうやって説明しようかと思ったが、話しやすそうだな。私のコミュ力が高いってことか。違う、そうじゃない。我々リクサードの民は、全宇宙の海産物を殲滅にすべく行動していた。初っ端からひどいな。その上で避けて通れないのはスケトウダ人の存在だった。海産物を殲滅する者として、スケトウダ人も殲滅対象なのは確実だ。しかし奴らにはプロセシングシステムの力がある。対抗するのは困難だった。プロセシングシステム？生体加工技術。スケトウダ人は、異なる遺伝子の注入や伸ばしたりこねたりすることで肉体が変化します。その性質を利用して、あらかじめ仕組みをプログラムし、体を思い通りの姿に変化させる技術を彼らはプロセシングシステムと呼んでいるそうです。スーパーエボリューションフォームも、その技術の応用です。へぇ。としか言いようがねえな。へぇ。奴らの持つプロセシングシステムの打開策として、その技術を我々の技術で再現し、そして同じ力で対抗する。我々はプロセシングシステムの解明を試みたのだ。頑張った？頑張ったぞ。ある時は奴らの持つプロセシンガーから直接内部を解析し、研究の限りを尽くした。そうか内部解析までしたのか。え、あれなんで君がプロセシンガーを持っている？あ、これ、一人処した。処した？スケトウダ人を処して奪ったということですか？いや、私が言うのもあれだけど処すのは難しいぞ。スケトウダ人は自爆して肉体が突破微塵になっても適量の窒素を吸収して再生する。だから私が爆破を起しても次の動画で平然としているのだし。スケトウダ人は窒素で再生するが、逆に言えば窒素がない真空状態ならば再生できない。だから捕獲したスケトウダ人を真空パックに入れてゴキってな。ゴキってな？想像しただけで怖いのだけれど、くしくも真空パックで処される。まさに加工食品の末路だったな。怖い怖い怖い。処した奴はワーロアーナという名だったか。ともあれそいつのプロセシンガーの内部解析まですれば解明できるはずだった。だができなかったんだ。え、せっかくなら解明してよ。いや解明されたら困るでしょう。プロセシングシステムはスケトウダ人の性質を利用したもの。つまりスケトウダ人以外には使用できない。よって我々の技術でも再現は不可能。お前らは変身とかできねえの？できないから研究してんだよ。根本的な種族の違いの壁に当たり、我々はモチベーションが落ちていったんだ。やっぱりモチベーションが続かなかったのか。いやそういうことではない。ならな何なのだ？モチベーションの低下中に、お前の動画を見たんだ。うわ、ついに本筋に入った。この動画ですね。何か発見があったのですか？我が見たとき、その動画はまさに不可思議なものだった。例えば、どんなところが。なぜカニカマがアルパカになるのか。ほ、え？そこは普通でない？見たところ、人型の姿である必要性からアルパカに変身していた。しかしそれならプロセシンガーでスーパーエボリューションフォームになればこと足りている。なぜプロセシンガーを使わずにわざわざアルパカになったのか。だからこそ、我は動画を漁って見ることにしたのだ。圧倒画の再生ありがとうございます。我に感謝することだな。感謝します。そして動画を漁った結果、疑問は確信に変わったのだ。奇怪な生物。あーん。お前昔は四足歩行だったよな。なんだと？その設定生きてたの。指摘されたくないところを指摘しやがって。なぜだか精神はそのままに肉体が様変わりしている。これはプロセシングシステムと同様の働き。しかしそれがスケトウダ人以外にも起きている。さらにアルパカになる再プロセシングシステムの基礎となるプロセシンガーを使用していない。お前たちにはプロセシングシステムとは違う何かがある。我はこの事実を本部に伝えた。そしてその技術の再現に成功したのだ。最初に戻りますね。要はそれがネオシグマシステムだ。肉体を変化させる技術という点で言えばプロセシングシステムと変わらない。だがスケトウダ人以外使えないプロセシングシステムと違い、ネオシグマシステムはスケトウダ人以外にも使用可能だった。その性質を利用し、奇怪な生物を四足歩行のモンスターに変えていたということだな。飛びかがちに似た姿というべきだ。そうだったのか。てっきり動かしにくくなったから設定変えたのかと。ネオシグマシステムの存在は凄まじかった。あらゆる生命体を生物兵器に改造できるようになった。なんでそう悪い方向に行くのやら。火山でキャンプしていた地球人をアヒル型熱拡散兵器に変え、オゾン層を飛行する鶏をアルパカ型熱光線兵器に変え、そこら辺のアリをカンガルー型近接戦闘兵器に変えてやった。最後だけ規模がしょぼくない？こうして大量の破壊兵器が量産可能になり、現在の我々リクサード人は存在しているのだ。地球の海産物も、我々の兵器があれば一瞬で殲滅される。覚悟しておくんだな。覚悟しておくんだな。わかってるよ。今回は挨拶だ。ここでお暇するとしよう。衝撃の真実に絶望しろ。さよなら。
ね。使ってみた当時の記憶が正しければ、ネオシグマシステムの元となる、起動点火装置を作るには時間がかかる。そんなに頻繁に襲撃することは多分ない。なら問題なく動画投稿できるな。最悪の場合にトロギガセリンで爆砕できるしね。これまでの話を整理すると、チキングスさんたちリクサード人は強大な戦力を作りたくて、そのためにプロセシングシステムの再現をしようとしたけどできなくて、その時カミカマさんの動画を見てネオシグマシステムという方法を見つけて、それを利用し兵器を量産する体制にしたということですか。で、それによってできたのがあいつらだった。あれこれお前の動画が原因。私は悪くない。動画作るためだし、禁じられたシャステムとか知らないし。いや禁じられたシャステムだったのかよ。私は関係ない。大輔動画帝国憲法に違反したのですか。多分してない。おー動画を見てくださいまして、ありがとうございます。動画の光を見続けると危ないので、体調が悪い時は無理せず、寝込んでぶっ倒れてください。もし、余裕があるのであれば、この動画以外にも、私かみかまはたくさんの動画を投稿しておりますので、気持ちが乗っていれば、見てくださると大変嬉しいです。ついでに、チャンネル登録をすると、更新情報をお知らせできますので、こちらの方も、できればお願いします。ご視聴、ありがとうございました。